若竹型駆逐艦は日本海軍の二等駆逐艦同型艦8隻。大正7年度から実行される86艦隊案で建造予定の二等駆逐艦16隻のうち3隻がもみ型として竣工し、それ以降の8隻が本型とされた。さらに、大正9年度からの88艦隊案でさらに10隻の二等駆逐艦が計画されたが、 1922年に調印されたワシントン海軍軍縮条約により計画が改められた。新たに決定した対象12年度新補充計画では86艦隊案のうち製造未訓令の5隻と88艦隊案の10隻は全て中止となり、結局ボン型の巡航は8隻で終わった。以後に東区畜艦は建造されておらず本型が、 最後の二等駆逐艦となった。本型の計画番号は F37C。前型である、もみ型の改め型ともいえる、緩急である。もみ型では復元力の不足から舵を切るときの傾きが大きくなり、本型では、船体幅を6インチ広げて改善を図った。また、もみ型では、 排水量が計画より45トン超過する状態で軽減する見込みもないことから本型では初めから計画排水量を900トンとした。これにより喫水が3インチ増加し速力も36ノットから34ノットに低下する計画だった。外見上に揉み型と大きな違いはない。手記は揉み型と同様いろいろな型のダービンが搭載された。 春高後は1924年12月以降、第13駆逐隊と第16駆逐隊を編成し、原則第1艦隊第1水雷戦隊で、主力部隊の直江艦として働いた。1930年代には、より高性能な後継艦が収益し始めたため、以後は中国方面の警備艦などを務め、太平洋戦争では、多くが戦団輸送に従事した。 低速力の新型解剖艦に対して、有速の駆逐艦は護衛艦としても適任であり、本艦型は手頃な艦として徴用された。88艦隊計画による大艦艦計画により、艦名不足が心配され上風型、2、若竹型より駆逐艦は番号名となった。しかし、ワシントン軍縮条約により計画は中止、 官名不足の心配はなくなり1928年8月1日付で、上風型駆逐艦、若竹型駆逐艦、六月型駆逐艦、吹雪型駆逐艦等の固有官名へ改名した。計画当初の官名には、漢字2文字の植物名が予定されていた。その後番号名に改められ、春光時は大王駆逐艦となる。1924年4月24日に、 大王号駆逐艦と号をつけた。さらに1928年8月1日、若竹型駆逐艦は、上風型駆逐艦、六月型駆逐艦と共に固有艦名を与えられた。建造中止、計画艦の当初予定艦名はシオン重高、ボタン、芭蕉、なでしこ。若竹型は、姉妹艦8隻からなり、それぞれ4隻ずつ駆逐隊を組んだ。 若竹、不要は、当初すでに編成されていた第28駆逐隊、第13駆逐隊に編入されたが、姉妹艦の建造により、姉妹艦と共に駆逐隊を編成した。クレチンジュフセの若竹と、もみ型の連、よもぎ、盾で編成。昭和10年11月15日に、解体された。所属部隊と所属駆逐艦の編成は、以下の通り、各艦の艦歴は、 各館の項目を参照。クレチンジュフ席のクレタケ、サナエ、サワラビト、サセボチンジュフ第28駆逐隊から編入した若竹で編成。神風型駆逐艦からなる仙台が、大正11年12月1日に解体されて、以来の3代目の第13駆逐隊となる。初期には不要を一時的に編入していた時期がある。昭和7年12月5日には、 サワラビが、後天により沈没している。昭和17年12月10日に、解体された。所属部隊と所属駆逐艦の変遷は、以下の通り。各艦の戦歴は、各艦の項目を参照。クレチンジフセキの朝顔、夕顔、カルカヤと、第13駆逐隊から編入した不要で編成。海風型駆逐艦からなる先代が大正7年4月1日に、 第2駆逐隊にスライドして、以来の2代目の第16駆逐隊となる。昭和6年12月1日には、夕顔が第14駆逐隊に転出している。昭和14年11月15日には、舞鶴鎮フに転出し、海風型駆逐艦、奈良型駆逐艦からなる仙台が、舞鶴鎮フの廃止に伴い、クレチンジュフに転出して、第17駆逐隊に改名して、 以来、二代目の第32駆逐隊となる。昭和18年1月6日に解体された。所属部隊と所属駆逐艦の編戦は以下の通り。各艦の戦歴は各艦の項目を参照。ありがとうございます。